と呼んでください。せーの、はい、緑色担当うさぎれいです。レイって呼んでください。せーの、レイ。水色担当の南聖火です。聖火って呼んでください。せーの、聖火。ありがとうございます。あ、そう、さっきの曲は新曲だったんですけど、皆さん手挙げてくれて本当にありがとうございました。盛り上げてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。私たちドットリンクっていうあのメンバーアイドルで3人で今活動してるんですけど、3人それぞれなんか結構共通点があんまり私たちないんじゃないかなとか思ってたんですけど、私最近見つけたんですよ共通点。何何、多分3人とも女子校行ったことあるっていう。あ、そうだね。私が中高女子校で、高校大学が今女子大、女子校、私女子大出身で、僕は共学で女子大出身なんだよね。そう、意外とこういうことないんじゃないかなと思って、僕は共通点かなって思ったんだけど、でも女子大か、中高共学なんだね。なんか私マイクを使ってた何も聞こえないのよ。ちょっと思ったんだけど、うん、女子校って、うん、中高女子校と、はいはい、女子大って違うと思うんですよ、うん、まあどっちも経験してる私ですから。そうですね。そう、大学はなんか友達作りやすい、やっぱみんな女の子で、そう、友達作りやすい。高校も作りやすかったんだけど、あの球技大会とか体育祭とかがもうガチで、もうなんかどっちまでもゴーンみたいな感じなんだよね。あ、女子大だったんですけど友達作りやすいかなと思うんですけど、どうですか。私大学でできた友達一人だけあれあれあれ、しかしてますけど、女子校っていう環境結構友達作りやすいと思ったんだけどな一人だけ人によるという人によるということで、まあ多くは友達作るのが上手すぎるからね。そうだね、広く浅くみたいな感じだけどね、うん、突っ込んでいいのか、全員よっともなんだよ、ね、何全員よっともなんだよ、どうせ分かった分かった、はい、近くつけたんだよね。じゃあ次の曲はですね、そんな私が作詞しているのでお、お歌詞にも注目して、感動的な曲なのでね、泣いてください泣いてください、聞いてください、ユートピア。
ございます。この後ですね、2時10分から特典会もあるので、よかったら特典会にもぜひ遊びに来てください。フライヤーだけでももらいに来てください。お待ちしてます。あとですね、今月12月26日になんとドットリンク2回目のワンマンライブが開催します。出て行って、新規の方はね、チケット500円で買えるので、今日の特典会でも手売りしてるので、ぜひぜひワンマンライブ